定刻となりましたので、これより令和3年度第2回教育推進会議を開催いたします。私は本日の進行を務めます、教育総務部教育総務課長の安藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の会議に参加されている皆様をご紹介させていただきます。国際大学グローバルコミュニケーションセンター准教授の豊福晋平先生です。東京学芸大学附属小金井小学校教諭の鈴木秀樹先生です。保護者を代表して吉澤拓さんです。よろしくお願いします。同じく保護者を代表して本田さゆりさんです。よろしくお願いいたします。世田谷区教育委員会教育長渡部理恵です。よろしくお願いします。教育指導課主任指導主事井本庄司です。よろしくお願いいたします。参加者の皆様には本日パネルディスカッションのパネラーをしていただきます。開催にあたり渡部教育長よりご挨拶を申し上げます。それでは渡部教育長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。世田谷区教育委員会教育長渡部でございます。本日は ICT 教育によって子どもたちの学びはどう変わるのかをテーマに、令和3年第2回教育推進会議を開催いたします。本日は教育現場での ICT 教育の実践例を録画映像で現場の先生方が報告し、 ICT の専門の先生方、保護者代表の皆様、教育委員会事務局でパネルディスカッションを行います。今回はオンライン会議をライブ配信して皆様にご視聴いただき、後日 YouTube 世田谷公式チャンネルで配信を行う形で開催いたします。子どもたちの新しい学びについて皆様の貴重なご意見をいただきますようよろしくお願いいたします。はい、渡部教育長のご挨拶でした。では、ここからの進行は井本氏の、主任指導主事にお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。一人一台のタブレットを活用した学びはまだまだスタートしたばかりで、これから話し合いを皆様と積み重ねていく必要があると考えております。そこで本日は5月15日に行いました ICT 教育オンラインセミナーの登壇者に引き続きお集まりいただきまして、話し合いを深めてまいりたいと思っております。どうぞ登壇者の皆様よろしくお願いいたします。なお本日は視聴されている方々から Q&A の機能を使って質問を受け付けております。ぜひ皆様 Q&A を押して質問をお寄せいただければ幸いです。この回の後半の質疑応答のところで、時間の許す限りパネルディスカッションの、パネラーの皆様にお答えいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまずはタブレット依存などへの懸念をメインテーマに取り上げました前回のオンラインセミナーの内容を豊福先生に振り返っていただこうと思います。豊福先生、よろしくお願いいたします。はい、国際大学6部の豊福です。今日よろしくお願いいたします。ではちょっと資料共有いたします。はい、映っておりますでしょうか。今日の、お話にの先立ってですね、前回どのような、お話だったかというところをかいつまんでお話ししたいと思います。で、まあ、そもそもですね、ギガスクールが始まる前というのは学校にはあまり、パソコンとかですね、入っていなかったと。それからネットワークの利用も、ほぼなされてなかったということで、実はその学校とお家の間にはですね、情報格差が結構大きいですよねというお話でした。でこれをですね、解消することが、大きなメリットになってくるだろう。
例えばですね、それは、今まで紙と対面でしかできていなかった連絡が、スマホでデジタルで行われるようになったりとか、利便性が、確実に増していくということですね。でただし、その間にはですね、いくつか大きな、壁があるということも分かってまいりました。でそこでですね、一つはこちらでありますけれども、もともと子どもたちが家庭で中心で使っているものというと、こちらにあるような情報の消費、例えば動画サイトを見たりとかですね、あるいは LINE を中心にしたような私的な、プライベートな交流というものがメインで行われていました。でこれに対してですね、やはり親世代からすると、テレビを見ていたものが全部オンラインに移ったということで、長時間それを見過ぎているんではないかとかですね、あるいは依存になってるんじゃないかっていうご懸念が結構強く、示されているように思います。でただし子どもたちのメディア環境っていうのは大幅に変わっていることを考えますと、我々大人の世代もですね、子どもたちがどういう環境でどのような生活をして、どのような情報を得ているのか、あるいは発しようとしているのかっていうのをきちんと分かってあげなくちゃいけないねって話を、したかと思います。でそれと合わせて、学校の中ではですね、これからこの公的な連絡、それから、共有発表ですね、それから、知的な生産ですとか、知識を得る、知識習得の部分を、学校から配られた iPad を活用することでより役立てていこうとしています。そこで、情報化のメリットをポジティブに生かすことがこれから我々に課せられた課題であるというふうに思っております。で、私的な、情報の消費ですとか、あるいは私的な交流というものがどちらかというとネガティブに捉えられてきたところもありますし、子どもたちがその知的な生産をどのようにしていくのかというのも実はあまりよく分かってないという現状があったりいたします。そういった、課題を乗り越えていくことがこれからの課題ということですね。でそれで、そのためにはどういった、取り掛かりがあるのかということなんですけれども、これ前回申し上げた通りにですね、頻度と時間と用途を増やしていくということと、子どもたちがその機会に習熟していくということをセットで考えていかなくてはいけないということです。でそれも、授業の中で、頑張って使うというよりは、むしろ学校日常のデジタル化というところを鍵にしてですね、無理なく育てていけたらということを、考えていますというお話でありました。はい。でという形で、少しまとめさせていただきました。豊福先生ありがとうございました。学校と家庭における情報格差を解消して ICT を公的連絡や共有発表、そういったものに、活用していくと、そういったメリットに目を向けていくということが大切であるというお話をいただいたところです。そこで本日はタブレット依存などへの懸念をメインテーマに取り上げました。前回とは視点を変えまして、情報化のメリット、これに目を向けて話し合いを深めていきたいというふうに思っております。なお前回のテーマとなりましたこの懸念されるところにつきましては、今後専門家の方々をお招きしてです、もっと掘り下げて話し合えるように今準備を進めているところです。それでは、これから情報化のメリットというところでですね、 ICT 活用が広がってきて新しい学びの可能性が見えてきた実践を小学校と中学校の先生方から報告していただきたいと思います。こちらのこれからご報告いただく両校には ICT の活用をですね、積極的に広める役割を担う ICT インフルエンサーと呼ばれる教員がおりまして、その先生方の働きによって非常に ICT 活用が活性化しております。では初めに、すべてのお子さんが ICT を日常の中で利用できるように先生方たちが支え合いながら取り組んできている事例を用賀小学校の先生方に報告していただきたいと思います。用賀小学校の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、それではこれから用賀小学校の実践報告をします。今日は用賀小の蛍光ピンクのチーム T シャツでお送りします。私は用賀小の鈴木です。小林です。校長の青鹿です。よろしくお願いします。
それではスライドの画面を共有します。用賀小学校では iPad の活用がどの学年でもできるように進めております。ドイロノート等の基本的な操作の研修を行ったほか、わからないことはすぐに聞ける雰囲気があり、ハード面ソフト面ともにその都度その場で解決できることが活用につながっている理由の一つではないかと考えております。全学年に iPad が配布されましたが、他校からは低学年で何ができるのか、低学年では何をやったらいいのかという声も聞こえてきます。そこで今日は用賀小の2年3組の様子をご紹介したいと思います。4月の終わりに iPad が配布された2年生、2ヶ月ほどで子どももそして先生もここまでできるようになりました。掃除の時間をロイロノートのアンケート機能を活用しながら振り返っている様子です。ではこちらの動画をご覧ください。はい、それでは動画のクラスの担任の小林先生にインタビューをしながら進めていきたいと思います。低学年でアンケート機能は少し難しいのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。はい、子どもたちがだいぶタブレットの操作に慣れてきたのでアンケート機能を使うようになりました。毎月の掃除の振り返りや校内研究で行う児童の実態調査などをアンケート機能で実施しています。こちらの負担も少ないですし、その場ですぐに結果が出て子どもたちとその内容を確認できることは非常に効果的だなと感じています。子どもたちの意識も高くなり、掃除もみるみる上手になりました。紙ベースの振り返りシートと比べてもタブレットを使うことによって反省させられているという重たい雰囲気もなく、楽しみながら自分の活動を振り返ることができるのもいいことだと思っています。今では子どもたちが自分たちでアンケートを作り、係活動などでも利用しています。例えばクラス遊び係はアンケートを使ってクラス遊びの内容を決めています。もう子どもたちが係活動でアンケート使っているんですね。はい、今はクラス遊び会社でしたけど、他にどんな係で使ってるんですか。そうですね、他の係は、新聞係がアンケートを取ってその結果を新聞に載せたりしています。すごいですね。やっぱりその段階が必要だと思うんですけど、どんな段階で指導したかをお願いします。
私は今年の3月に産育休から復職しました。で、私が休んでいる間に小学校ではタブレットを使った学習活動が始まっていましたので、どのように学習に利用したらいいかっていうのは初め分かりませんでした。低学年はアルファベットも知りませんし、パソコンに触ったこともない児童も少なくありません。低学年でもできることを考えることにしました。低学年は確かに分からないことや未経験のことが多いですよね。復帰した途端に iPad っていうのもちょっと驚くと思うんですけど、復帰したらその子供が全員 iPad を持ってるっていうふうに聞いてどう思いました？配ったからには何かに使わなくちゃなっていう思いはすごくありました。なるほど。そしたらそのやっぱ活用をどういうふうにしていったかってところが知りたいんですけど、お願いします。はい、まずはじめにやはり一番簡単にできるのは写真の撮り方かなと思いましたので、写真の撮り方を教えました。主に生活科の植物や昆虫の観察に使いました。で、次に利用したのがロイロノートです。ロイロノートで初めに教えたのはテキストの使い方です。文字の入力はタッチパネルを利用しました。まずは担任と自由にメッセージ交換を行い、楽しみながら入力を繰り返しタブレットの操作に慣れていきました。50音のタッチパネルだと低学年も入力できますよね。先生とのメッセージ交換は子どもたちも嬉しいと思いますし、先生大好きはとっても嬉しいですよね。はい、多分僕には来ないと思うんですけど、だいたいこう何往復ぐらいやり取りしたんですかね。初めの頃本当全員が何通も送ってくれたので、もう放課後になると何十通と届いてました。おすごい。そうすると入力スピードも上がるから一石二鳥ですよね。はい、そして次に利用したのが提出箱です。提出したものを回答共有すると友達にも見てもらえるという意識からノート記述も意欲的になっているように感じています。はい、やっぱこういう段階を経てアンケート機能まで使えているということがよく分かりました。スモールステップでの指導や先生とのメッセージのやり取りなど、いろいろな仕掛けで低学年での積極的な活用につながっていると思います。では最後に校長先生、いかがでしょうか。はい、今後も新しく対応しなければならない教育課題がたくさん増えてくると思います。その中で先生方の努力には本当に頭が下がります。 ICT を授業で取り入れてやっていこうとする気持ちが嬉しく思います。それは30年後の未来、大人になった子どもたちがどんな力を頼りにして生活していくのか、しっかりと見据えた学習活動を考えて進めているからだと思っています。しかも子どもたちの将来を見据え何をしなければならないという固い発想じゃなく、やってみるとどうかな、まずやってみようとする発想からは私はたくさん教わることがありました。日常的に使われるタブレットが子どもたちの個別最適な学びを進めていくための道具として、その可能性を非常に感じました。これで洋賀小学校の実践報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。竹田の吉尾です。吉尾ですか。はい、どうも、本当に楽しい発表をありがとうございます。先生方の本当にとってもいい雰囲気で学校、子どもたちの教育が当たられてるっていうのがとっても伝わってきました。本当にありがとうございます。では続きまして、特別支援学級で一人一人の特性に応じて ICT を活用している事例を上祖師ヶ谷中学校の先生方に報告していただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、音痴学者、上祖師ヶ谷中学校副校長毛利真嗣です。よろしくお願いします。こんにちは、上祖師ヶ谷中学校特別支援学級愛組担任の大山です。本校の ICT 実践報告を行います。まずは
ICT 機器の活用している授業の様子を動画でご覧ください。人に分かりやすく伝えるって力は大人でもね求められてくる力なんです。それを今のうちにやっておくことで皆さんの人生で絶対生かせると思いますし、それを生かせる端末がこの iPad だったりしますので、です、うん、いいね、ピンポン、はい、F ってどうやって打つの？FE、うん、カフェ、カフェ、F、F、画面ってどうやって打つの？何書いたの？私が作る文字の選手ではありました。あとこれ。いいんじゃない？そうです。パワーポイントじゃないから。コピペでいいんだ、コピペ。そうね、コピペすればいい。これはさ、なんで今日写真撮ってきたの？これ発表しないの？かわいい。じゃあ、マジだ。字だけコピペしたほうがいい。わかんないよ。これ何？はい、じゃあ、そうちゃん、大きな声で発表してください。はい。昨日アイスを食べました。チョコアイス食べました。ピザを食べました。ホタテのお寿司も好きです。はい、私が作るゴムデッポは3種類あります。1、短いゴムデッポ、2、長いゴムデッポ、3、折りたたみ式ゴムデッポです。まず短いゴムデッポの、特徴は、近距離で打つときに使える鉄砲で、威力はそんなに強くないですが、命中率が上がります。学習が苦手な生徒に対して活用しています。例えば英語の授業で Google 翻訳を使って単語の意味がすぐに分かるようにしたら、学習力の向上につながりました。写真や動画、スピーチの原稿を提示することで、コミュニケーションが苦手な生徒の伝える力を補い、生徒の相互理解を深めることができています。動画をご視聴いただきありがとうございました。動画のように本学級では ICT を活用し、さまざまな教育活動に取り組んでいます。今日はその実践事例の紹介をいたします。1、文字入力・文章作りの支援です。写真の生徒は文章を50音入力で作成しています。また次の生徒はタイピングが得意なので、ローマ字入力で文章を作っています。このように、どの生徒も文章作りに参加し、スピーチすることができました。2、iPad による調べ学習です。写真の生徒は、インターネット、サファリを利用して、交通経路と交通費を調べています。音声入力によってタイピングが苦手な生徒も円滑に検索することができました。3、文字認識の支援です。写真のようにカメラアプリによって黒板やホワイトボードの文字を撮影しています。そして撮影した文字を拡大することで英語、アルファベットの形の認識を支援しています。このようにはっきりと写すことによって文字の認識力が高まり、そしてそれにより英語学習に対する意欲の向上にもつながりました。4、
観察・記録の支援です。写真の生徒は、カメラアプリによって顕微鏡の世界を撮影しています。これは実際に生徒が撮影した顕微鏡の様子です。撮影した写真を見て実際にスケッチを行いました。そうすることによって顕微鏡の操作が苦手な生徒でも顕微鏡観察を容易に行うことができました。また別の場面では写真アプリの機能によって写真にこのように注目点をつけました。観察ポイントをしっかりと確認させてからスケッチを行いました。そうすることにより、全員が特徴を捉えたスケッチをすることができました。これは実際に生徒が描いたスケッチです。アジサイの葉の特徴である葉脈の様子や、葉の縁のギザギザなど、しっかりと特徴を捉えることができました。まとめです。ICT 活用によって得られた効果は4つあると感じています。1つ目、文字入力・文章作りのハードルが下がったことです。そうすることにより、書くことに時間を要する生徒も文章の作成が容易にできるようになりました。2、さまざまな学習活動における認知の支援です。わからないストレスが減り、生徒の学習意欲や集中力の向上につながりました。3、タイピングスキル、タブレット端末活用力の向上です。将来、就労に活かせるスキルの獲得へとつながっています。4、伝える力、表現力の向上です。伝わらない不安から、伝える喜びへと変化していっています。本学級ではこのように ICT 機器を活用し、さまざまな教育活動に取り組んでいきます。今後ともよろしくお願いいたします。はい。これからも上戸市街中学校では ICT 機器をいつでもどこでも日常的に学びを深める文房具としてさまざまな教育活動に活用してまいります。以上で本校の ICT 実践報告を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。とっても素敵な発表でした。特にキーワードがたくさん出てきたかなというふうに思っておりますが、やはり今の実践報告を伺って、お子さんが卒業した後のことまで見据えて、やはり一人一人の特性に応じた ICT 活用スキルを育成しているんだなということが本当によく伝わってきました。実践報告いただいた先生方、本当にありがとうございます。それではですね、今のこの2つの事例をもとに、これから時間にして3時20分ぐらいまでになりますけれども、本日登壇いただいているパネラーの皆様と話し合っていきたいというふうに考えております。ここからのファシリテーター役は豊福先生にお願いしたいと思います。豊福先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。なんか5月の頃から比べますと、具体的な学校でのね、活用事例が出てまいりましたので、おお、なかなかすごいぞっていう感じを僕自身は受けたんですけど、特にですね、先ほど6つ枠を出してね、ご説明したんですが、洋画の、小学校さんでは、例えば私的な通信ですよね、先生にメッセージを出すっていうすごくプライベートな通信から、今度は提出箱を使ってクラス全員でシェアするっていうようなところにうまくこうつないでったりとかですね、いくつか、気になるといいますか、
要点になるようなところが出てきたなと思います。でそれがあの今日見せていただいたのはどちらの学校様の発表はすごく緊張されていたと思うんですけど、実践の中身はですねすごく自然なあの子どもたちの、やりたいことだったりとか、自分たちがやったよってものが前面に出てきているようなそんな内容だったかなと思うんですね。でそこで、まずはですねこれ見ていただいて、そうですねあの洋画小学校の事例の方からお話をね進めていこうかと思うんですけれども、本田さん特にこの、 あの洋画小学校の事例見てですねどんなところを気がつけますかね。ちょっとお話しいただければと思います。ありがとうございます。動画を拝見しまして、お友達の上手な お掃除の仕方ですとかをあの先生の説明だけではなくて写真を見られるというのは子どもたちになるほどっていうふうにあの思うのかなと印象を持ちました。であの先ほどの動画を見ていてあのガッツポーズをしている女の子もいたんですけれどもあの褒められる側もあやったぞっていう思いがあの持てるのかなと思います。でオンラインアンケートもあの入力した後にすぐにあの共有できる、まあ、自動的に集計してくれるのであの時間差が少ない状況であの皆さんに共有できるので理解を含められる良さがあるのかなと思いました。でロイロノートなんですけれどもあの子どもが使っていてあの日頃感じていることなんですけれどもクラスのお友達の全員の意見を一覧で見られたりというのがすごくいいなと思っています。っていうのもあの今まであの授業中にあの手を挙げて発言するですとか、まあ、自分が書いたノートを先生に提出するですとあのすごく限られたお友達の情報だけが入ってくると思うんですけれどもそれが他のお友達の情報が入ってくることであのこんな考え方があるのかっていうのをより広く学べる機会ができるあるのかなと思います。これがおそらくあのタブレットを使う大きな利点なのかなと思います。で、タイピングこの間の公開授業がありましてあの各クラス少しあのちらちらと拝見させてもらったんですけれどもあの調べ物学習ですとか意見交換などでタブレットを活用していてあのかなり感動しました。でタイピングができるお子さんは もちろんサクサク入力していていいなと思いましたけれどもあのタイピングができなくても先ほどの画面にありましたようにタッチパネルを利用していてあのそれぞれに活用していてあのとても良かったと思います。で公開授業ではあのすごく短時間だったと思うんですけどタブレットが配布されてからそんなに日が経っていないとは思うんですけれどもさまざまに活用されているのを拝見してあの先生方には本当に感謝しております。ありがとうございます。あの特にですね、低学年のお子さんへの応用っていうことなので多分ね学校の他の学校の先生方も知りたいと思ってらっしゃるのは子どもたちがねどのくらいの操作を、できるんだろういつぐるあのどのくらいの、まあ習熟といいますかトレーニングをすればできるようになるんだろうってところがねあのなかなかわからないとか思うんだと思うんですけど、学校で見られてる分にはどんな感じですかね。それはあの多分あのお子さんによって違いもあったかと思うんですけどいかがですか。そうですねあのまあいろいろ工夫しながら使っている印象でした。うん、まああのそうですねあの他人の先生のお話もあったと思うんですけど、例えば難しい操作が難しいんじゃないかとかタイピングができないんじゃないかとかっていうのは、まあ、一般に言われることなんですけども、写真を撮ったりとか、録音をしたりとかっていう機能自体は子どもたちは一回操作を覚えてしまえば使いこなせたりするのでその辺のね多分応用をねうまくされてるんじゃないかなってあの画面の中からはそういうふうに読み取りましたね。さてはいありがとうございます。でそれでですね、まあ特に今回ですね
アンケートの話がちらっと、ね、出てきたんですけれども、渡部教育長にお伺いしたいのは、この中で、まあ、どういったことをです、ね、目指していかれようとしているのかってあたりをです、ね、ちょっとお話しいただけるとありがたいと思います。はい、どういったことを目指していくかっていうのは、これからの ICT ということについてですかね。あ、って言いますか、まあ、はい、コミュニケーションのツールですよね、特にね。はい、はい、そのコミュニケーションのツールとしてどういうことっていうことですか。はい、はい、そうですね。はい、今本田さんの方からお話をいただいて、そして少しずつでも進んでるっていう話を伺って本当によかったなって思いました。私としてはやっぱり学校差みたいなものもちょっと少しずつ気になっていて、うんうんうん、そんなに簡単にこれが進むっていうふうには私としてもあまり思えていなくて、先ほど教育総合会議の中でも話をさせていただいたんですが、この変化の中でもう本当にこうやって変えていかなければいけない。でコミュニケーションの仕方も子どもたちが変わっていくっていうところをみんなが変えていく、意識を変えていくっていうところからっていうところで、なかなかこの変革っていうのは難しいのかなって私としては思っていました。ただ試行錯誤をしながらでもみんなが少しずつでも前に進めようとしてくれていることが私は嬉しいです。先ほどの洋画の例でも上味噌市街の例でも本当にまだまだ試行錯誤なんだと思います。前回また同じメンバーでこうやってやっていますが、その時には全くこれから始めますよっていう話しかできなくて、そしたら他の皆さん聞いてる方から例が欲しいというふうに言われまして、本当に学校でどんなことをしているのかを知りたいっていうところがあったので、今日こういう形で進められて私としては良かったなっていうふうに思いました。豊福先生からも進んだよっていうふうにお話をいただいたので少し良かったかなっていうふうに思いました。はい、以上です。ありがとうございます。まあ、やっぱりスローガンだけだと具体的に学校にねどういった形で降りているのかっていうのが見えてこないんで、そこをね不安に思われる方も多かったんじゃないかと思うんですけど、結構皆さんね工夫されてるなっていうところがねはっきり出てきたのが良かったかなとは思います。で私がねなんか表面だけなんかなぞっててもしょうがないんで、ここでですね鈴木先生にちょっと突っ込んだところをコメントいただこうかと思うんですけど、特には今回低学年のね実践という形でお見せいただいたんですけど、どこら辺に注目されましたかね。はい、私も一人一台を初めてやったのが実は2年生だったんですね。懐かしく見てたんですが、iPad だったので、うん、ああやったやったと思いながら見たんですけれども、無理のないところがいいなと思いました。普段子どもたちがタブレットがなくてもやってる活動ってあるわけじゃないですか。掃除だったり観察とかね、そういうのをこう写真を撮るっていう、タブレットで写真を撮るっていう簡単な操作を持ってくることで随分こうバージョンアップしますよね。でそこの無理のなさっていうのがいいなと思いました。そうですね、特にああいうメディアを子ども自身が自分の手で残せるんだ、やったこと自分で残せるんだって、それを次の段階多分ねサムネイルにいっぱい残ってる写真をもう一回シェアしたりとか作品にしたりできるんだってところがだんだん整ってくるとですねパワーアップしてくるんじゃないかなっていうのは僕のちょっとねワクワクしてるところですね。はい、ありがとうございます。それでですね次が中学校の、上祖市街中学校さんで、まあ、特に特別支援学級の中でお使いになっているケースをご覧いただいたと思うんですけれども、この中ではですね、まあ、今までのその ICT の教育でやってきたこととちょっとね違った方面を結構強化されてるの、意図的におやりになってるなって気がしたんですよね。それは、まあ、僕もよくこういう会議とかでよく言うんですけど、先生が一つ課題を出して全員が同じ、やり方で同じ時間で同じ結果を出すっていう課題を出すっていうのが、まあ、今までのまあ学校の中でよくやってる課題なんですけど、今回に関して言いますとそれぞれ皆さん持っている、まあ、チャレンジが違う、まあ、困難だったりとか障害持ってらっしゃりすると、でもその中で、自分の道具としてどうやって使おうかっていうところがですね結構ねはっきり出てきてたかなと、まあ、面白い事例かなと思うんですけども、これに関してはですね、吉澤さんにちょっとお話を振りたいんですけど、この、ビデオとですね発表を見ていただいてね、どういうところを気になりましたかね。は
はい、やはり個別最適化の学びと言っていて、なんていうでしょうか、学校にフィットしていて、まあ、学校をエンジョイしているお友達の世界は、まあ、いろいろと面白いことがこれからも起きるんだろうなと思うんですけど、やっぱり学びが少し、個性的な友達がやっぱりこうやって一つ一つこう ICT があってこその学び方に触れられるっていうのは非常に大事だなっていうふうに改めて思いました。で今Q&A にも入ってましたけど、やっぱりこれはいわゆる特別支援学級に限らず、日常の普通の学級の中のいろいろな特性にこれからどんどん個別な状況に先生がこう答えられるっていうのを多分保護者の方は期待されてて、まあ、そのことについてはこれからさっき岩田で教育長もおっしゃってましたけど、ちょっとねもう少し頑張らなきゃいけないぞ、で先生たちの認識はどうなってるんだというところあるんですが、私これ見てて教員がこの事例を共有するだけじゃなくて、子どもたちが自分たちでこれ見、子どもたちが共有することによって、あこういうことで自分たちがこういうふうに学んでいきたいっていうふうに、そんなようなこうつかみ方ができたりとかしてもいいのかなっていうのは、ちょっといきなり流れが壊れるかもしれませんけど、非常にそんなふうに思いましたね。はい、そうですね、僕は子どもが道具として使うっていうところを結構見てるので、指示されたやり方でしか使えないものになっちゃうと多分ね応用って出てこないんだと思うんです。うん、でそれは先生から課せられたタスクって割と絶対なので、あんただったらできるでしょうっていう顔して与えられるわけですよ。それ自分でこなせないと、あ俺は能力がないんだと思っちゃうんですね。うん、でもそれはねもうちょっとするといややり方が悪かっただけかもしれないとか、僕はそれに向いてないかもしれないとか、他のやり方だったらできるかもって考えられるようになったらね大したものなんですよ。でそこのねなんか呪縛をこう解くための道具になり始めてるのかな。うん、例えば50音で打ったりとか音声で入れたりとかキーボードで打ったりっていうのをね自分で選べるっていうところが、まあ、結構大きなポイントだったかなとは思うんですけどね。うん、そうですね、まあね入力だけじゃなくて、まあ、例えば、ね、識字困難で例えば音声で耳から聞くことによってなんていうことも非常に容易にできる、そういったツールが目の前にあるわけで、まあ、そこをね、うん、なんかこうこれから一個一個ですけど拡張していくと非常に楽しみだなって思いますね。そうですね、まあ、普通の、ね、学級の中でもやっぱりちょっとそういう傾向あったりとか苦手っていうお子さんが、はいはい、僕はこのやり方ができれば普通に授業受けられるかもって思ってもらえるってところはね結構救いになるかなと思うんですよね。そうですね、はい、この辺に関してもですね、まあ、普通の、学校で行われているケース、それから特別支援で、サポートっていう形で、入っているケースで、もう一つはですね、これは特別支援とはまたちょっと違うんですけれども、学校通いたくても通えないとか、うん、まあ、不登校のお子さんをどういうふうにサポートするかっていうのもやっぱり学びをきちんとね個別最適にしていく、まあ、一人一人に合った教育を提供していくっていう意味ではとても大切なことですし、それがIT を使って行えることっていうのはね大きな可能性があるとは思うんですけれども、すいません、僕ね最初の会議に、ね、ちゃんと聞いて半分くらいしか聞けてなかったんですが、これとちょっとねつながりを持ってですね、ICT 使ってどんな形で不登校の支援を展開されようとしているのかっていうところも含めてちょっと教育長からお話を、ね、伺いたいと思います。いかがですか。はい、今上祖師ヶ谷中の例を伺っていて、私すごく嬉しい言葉がありまして、さっき伝わらない不安が伝える喜びに変わるっていうのが、うん、私はなんかこう本当に嬉しいなと思いました。これは特別支援学級の子だけじゃなくてみんなが思ってるんですね。これ
自分が話したことが伝わらないんじゃないかっていう不安をみんな抱えてるから挙手できない、手を挙げられないっていうところなんですよ。でもこれが伝える喜びに変わる、そういうツールに ICT がなれるってしたら本当に可能性は十分あるんだなってすごく思いました。で、先ほどそれを私たちがなかなかこうなんていうのかな、使いこなせていないのが実はすごくもどかしいです、うん、もっと ICT には可能性があるんじゃないかなって思っています。で、その強力なツールになるはずなのにまだまだその使い方がまだこう開拓できてないかなっていうふうに思うんです。もう多様な子どもたちのニーズに応えるには本当にたくさんの教育機会を与えたい、それが多ければ多いほどいいと思っているんです。でもなかなかそこがどんな方法があるかっていうのがわからないので、だからさっき豊福先生がおっしゃったみたいに子どもにそれを見せてもいいのかなってちょっと思いました。そしたら子どもの方がこんな使い方があるっていうふうにいけるのかなっていうふうに思いました。で、うん、私たちとしてもあの語り場さんとあのオンラインのホットスクールを今度やり始めます。それから、分身ロボットの織姫だとか、それからさまざまなことでやってはいます。でもそれは本当に一条にしかなくて、たくさんもっとあるはずだと思っていて、技術が整ったんだからそれをやらない手はないでしょうっていう感じです。だから技術は整っているのにさまざまに乗り越えなければいけないハードルは本当のこといっぱいあるんです。だからすぐにはいそうですかって言って始められないハードルはあるんですけど、やっぱりそこを乗り越えていくことは先生方もそうだし教育委員会の役割かなっていうふうに思っているので、やっぱりそこをどんどん進めていきたいなっていうふうに思っています。それからもう一つここでお話をさせていただいてもいいでしょうか。どうぞ。あ、はい、大山先生先にお話しなさった方が、私あのインフルエンサーのことを少しお話ししたいなと思っている事例があったのでそこをちょっとお話ししたいなと思ったんですが、うん、じゃあまず大山先生の方からお話しいただいた後にさせていただきます。はい、豊福先生どうもありがとうございました。お話を聞いていて我々の実践事例が効果的なんだなってことを改めて自信につながりましたし、今後とも頑張ってやっていきたいなというふうに思いました。本当におっしゃる通りだなと思うのは、この ICT 機器、iPad、タブレット端末が、生徒 の, その学習レベルというか、その生徒の発達段階に合わせて、仕様の形が変化していく、道具の形が変化していく、まさにその通りだなと思いますし、また、そのことによって、先ほど渡部教育長もおっしゃってましたけども、生徒たちが自信につながっていくんですよね。それが、本当に効果が大きいなというふうに思っておりますので、今後とも、こういった活動実践を引き続き頑張っていきたいなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ですね、まあ、この、お話っていうのは、いろんな多分ね、解き口があると思ってて、一方ではですね、まあ、さっきにもちょっと言ったんですけど、僕は個人的には、文字入力のところはね結構ねこだわってたりなんかするんですけど、単に何て言ったろう、キー入力が早くできるって話だけじゃなくてですね、作文できない人なんで、僕はもともとできなかった人なんで、ワープロにどれだけ助けられたかってことをやっぱ考えるわけですよ。でそうすると、こういう風な作り方をすれば自分でもっとパフォーマンス出せるよってことが分かるとですね、それを自分の強みに変えることができるってことですよね。でそういった何かこう tips なんですけど、自分でそれを使うと、自分の力にできるものっていうのがいくつも溜まっていくことが、まあ、これから子どもたちの力に一つなっていくのかなとは思いました。で、ですね、この辺もね鈴木先生に、ね、ちょっと伺いたいところなんですけど、いかがですかね話いきなり振ります。ありがとうございます。ちょっとその点も含めて少し両校の実践をですね見させていただいたところでコメントしたいんですけど、私やっぱり楽しいっていうことと学びがあるっていうことが大事なんだと思ってるんですよ、うんうん。それがですねやっぱりその子どもたちの活動のエンジンになるのかなと思っていて、まあ、喜びと学びが両輪なんだろうと思ってるんです。で豊福先生の6つのあれとはちょっと違うんですが、まあ、大体こんな感じでこう現場でやってる風だと、
子どもたちのこう活用って進んでいくのかなと思うんですが、洋画賞の場合だとやっぱりコンテンツ作ってそれを共有してで思いを共有するようなことを2年生のレベルでこうやられようとしてるんだなということはすごく見えました。で、それがですねやっぱり喜びと学びにつながってるなっていうふうに思ってすごくいいなと思ったんですよ。で、そこに大事なのがやっぱりできたとか分かったとかっていう喜びがあることがすごく子どもにとっては大切だなと思うんですが、先ほどもですね特別支援のところの見させていただいてやっぱりあれ子どもたちそのすごく喜びあったと思うんですね、うん、で実践でやっぱり私が素晴らしいなと思ったのはああやってこう文字入力の仕方なり何なりを子どもたちが選ばせてるっていうことは先生がその授業で一体今子どもたちに身につけさせたい力は本当は何なのかっていうところを見失ってないと思うんですよ、うん、結局例えばタイピングを身につけさせなくちゃダメだとか50音じゃダメだとかみたいな話も聞いたことありますけれども今そうじゃなくて文章を作るっていうことができるのが大事だっていうところを多分見失ってないんだろうなと思いました。それゆえの実践なんだろうなと思うと本当に素敵だなと思うんです。でこのねいろんな見ることのもありましたけれどもこれらも見えることで分かったとか見方が分かったっていうことで子どもたちの喜びにつながってたわけですし、あと一番すごいなと思ったのはこれですが発表できた伝わったっていうのはやっぱりすごく大きな喜びなのでそこまで持ってかれてるのは本当に素敵だなと思いました。はい。で、こういうふうにですね両輪があると子どもたちはですね、まあ、この坂道をですね上がっていけるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、実はですねちょっと前回の時にもありましたがいろんな障害があって、まあ、それは例えばこういうようなものだったりするわけですよね。で、これらも問題なんですけれども障害なんですけど実はですね先生たちがいろんな不安や困惑を抱えてるっていうところが実は大きな障害になりうるんだろうというふうに思ってます。でこれ結構ですね大変なんですが世田谷区の場合はチームズによってこう質問ができたりとか、まあ、いろんなことをされてるのでさすがだなと思うんですけれども実はこれって根深くてそれぞれですね見えてるのは氷山の一角で実はそれを支えている大きな問題があるんじゃないかなと私は思ってます。でそれは何かっていうと保護者の皆さんも不安だったり困惑を抱えてたりっていうところがあるんじゃないかなと、うん、でそれがあると先生たちもやっぱり保護者の皆さんのことを気にしますからますますですねこの障害が大きくなっていってしまうっていうところがあろうかと思います。じゃこれを解決するにはどうするかっていうとそこもやっぱり結局保護者の皆さんの力なんですよ。保護者の皆さんが協力していただけると多分うまくいく。それは要するに声を上げていただくっていうことなんですね。でさっきニーズっていう言葉も出ましたけれども特に特別支援の場合はそうですがそうでなくてもやっぱり子どもたち一人一人のニーズって違うと思うんです。でそれは先生だけではなかなかつかめないことも正直あるので、まあ、いろんなことをですね保護者の方が学校や先生たちに届けていただけると、まあ、それが力になって子どもたちこのステップを上がっていけるのかなというふうに思ってます。で今の世田谷区の状況を見ると教育委員会の方から先生たちにはですね、インフルエンサーを設けたりチームズのことをやったりしてボールを投げてると思うんです。でそれに対して今日ご発表があったように先生たちは素敵な実践をするっていうことでボールを投げ返してるっていう関係がもうできてるなと思うんですね。で保護者の皆さんに対しても今いろんな形でもって教育委員会からボールを投げてるところなのでじゃあ保護者の皆さんは今度は一体どんなボールを投げ返しましょうかというふうなところになるんだろうと思います。でそれが私はここからですね、声を届けるっていうところに行けるといいのかなと。でそうすると、一人一人のニーズに応じた教育ができるんじゃないかなというふうに思ってます。でそれは本当に特別支援だけの話ではなくてこれ例えば私のクラスの様子ですけれども国語でですね物語教材読んでるところですが手前の子は、紙の教科書で読んでて、その奥の子はですねタブレットで見てて、さらに他にヘッドホンをかぶってる子もいると思うんですけど読み方いろいろ選ばせてるんですね。紙でもいいしデジタル教科書でもいいし読み上げ聞いてもいいよと。
例えばこれはもう本当にすごいちっちゃな例ですけれども、自分に合った学び方を子どもたちが選べるっていうところが、まあ、個別最適な学びの第一歩だと思います。ICT はその可能性をすごく広げるものなので、まあ、そういう方向にこれから進むといいなと両校の実践を見ながら改めて思いました。すみません、長くなりましたが以上でございます。ありがとうございます。なんか僕は後でまとめる必要がないぐらいきっちり集めていただきました。ありがとうございます。いやいや、とんでもない。はい、それでですね、一旦これで2つ事例見せていただいて、まあ、事例に関するところの、まあ、考察といいますか意見交換というところをさせていただいたんですけれども、ここから先はですね、まあ、Q&A にいただいていることも含めてですね、お話をできればと思います。で、一旦ですね、井本先生に、司会を渡しいたします。はい。はい。皆様ありがとうございました。ですね、では、寄せられた Q&A についてお答えさせていきたいというふうに思っております。で、ですね、私の方からいただいたご質問を、読み上げさせていただきますので、ちょっと、お答えをいただければというふうに思っております。やはりですね、夏休みに入ったところっていうことで、やっぱり、こういったご質問ですね。まず一つは、夏休み中に子どもたちにタブレットどんなふうな使い方をさせたらいいのかっていうご質問です。どういうふうにこう有効的に活用していこうかっていうことだと思いますが、これは用賀小学校の先生方、つながってますでしょうかね。はい、つながってます。はい。じゃあ、用賀小学校ではどんなことを子どもたち取り組ませようとされていますでしょうか。はい、用賀小学校では、キュビナを使って前の学年の復習をしていいですよっていうような話をしたりだとか、あと自由研究が、どの学校でもあると思うんですけれども、そちらをロイヤルノートでまとめてもいいよっていうような話はしてます。総合の時間とかでロイヤルノートにまとめてっていう経験はしてますので、自由研究でもその場合はいいよっていうふうには話はしています。ありがとうございます。小林先生よろしいですか。2年生では1学期に育てたミニトマトがまだ青いままだったので、赤くなったら写真に撮って送ってねって言ってあります。なるほど、可愛らしい実践ですね。なんかあれですかね、食べて料理したらなんかその料理のレシピじゃないんですけどね、こんな料理作ったよみたいなのとかも送ってきてくれるといいですよね。そうですね、どんな味がしたのかとどういうふうに食べたかは教えてねとは言ってあります。ああ、そうですか。夏休みも楽しく過ごせそうですね。分かりました。他どうですかね、鈴木先生。保護者の方お二人いらっしゃいますけど、なんかお子さんこんなこと使おうかななんて考えてることってあります？本田さんどうぞ。はい、聞こえますでしょうか。聞こえます。はい、夏休みに入ったので、宿題のリストを先生方から配布されたので、それを使ってスケジュールを iPad 上で作りました。マイクロソフトが利用できるので、それがすごい便利だと思っています。ワンノートというのがあって、こちらが Excel と Word を合体したようなものなんですけれども、こちらを使ってまず宿題のリストを書いて、でその次に夏休み中に自分がやりたいこと、あと親にやってほしいこと、とあと、まあ、読書10冊本を読むことになっているので、まあ、どんな本を読みたいかっていうのをリストにして、でその下にカレンダー、まあ、下の子はまだ低学年なので細かいことは書けないので、まあ、1週間のスケジュールを、まあ、朝と午前と午後と夜っていう形でまとめました。で上の子は高学年なので、もうちょっと、まあ、ちょっとタイピングはまだなんですけれども、もう少し細かく入力ができるので、カレンダーを作ってみて、
でその中に午前と午後等で何をするかっていうのとか、まあ、習い事もあるのでその辺も入れ込んでいって、自分でどんな使い方をするかっていうのを考えてもらっています。ありがとうございます。なんかいろいろご家庭でも工夫できそうですね。とても素敵だと思いました。ありがとうございます、はい、あ、なんかどうぞどうぞ穂田さん付け加えありましたらどうぞ。ワンノートだけでなくて使い勝手が良ければ、まあ、ワードですとかエクセルいろいろノート等を使っていろいろ工夫できるのかなと思いました、うん、はい、ありがとうございます。では続いての質問に行かせていただきます。これもやっぱりちょっと夏休みということでですね、今度は懸念される声なんですけど、ちょっと鈴木先生の先ほどのお話の中にもあったんですけども、やっぱり YouTube だとか、うん、インターネット、こういうものばっかりこう見てしまうのではないかっていうご不安の声 でそれどういうふうにこう対応していったらいいのかっていうご質問が来ておりますが、鈴木先生、何か先ほどの付け加えのようなこととかございますか？はい、ありがとうございます。私も今6年生を担任してるんですけれども、6年生に向けてですね、夏休み前に、ちょっと授業をしたんですが、ですね、それは何かっていうと、夏休み中のですね、計画を立てようよっていうことを言いました。要するに結局やっぱり保護者の皆さんがなんだろうな、タブレットをその使いすぎるんじゃないかとかね、YouTube ばっかり見すぎるんじゃないかっていうふうなことを心配されてる、まあ、向きもあるでしょうと。 でも君たちはそれ使いたいでしょうと、夏休みの例えば自由研究にそれこそ使ったりとかするんだから、やりたいよねっていう話があって、じゃあ一体どこまでやったら、どんなことをしたら保護者の皆さんが納得してくれるだろうかというのを考える授業をやりました。それで、例えばですね、ちょっと共有させていただくと、まあ、こんなようなテンプレートを話し合ってみんなで作って、で例えばこんなようなので項目でもって、で内容は自分で入れようと。でそれでもって、夏休みを迎える前に、お家の人にちゃんとプレゼンしようと。それでもって、夏休みどうやってタブレットを使っていくかっていうのを説得したら、お家の方も安心して君たちのタブレットを使ってるんじゃないのみたいなことをやったりしました。はい、ありがとうございます。とても今のは先生方にも、あ、こういうこと言えばいいんだっていうのが思ったんじゃないかなと思って、ちょっともうちょっと前に聞きたかったななんていう。これ今から動画にして配信しましょうよ。あ、そうですね。私もやっぱりちょっと見てみたいですね。本田さんのワンノートの話とかは、あ、はい、そうだな。で、まあ、ツールの使い方も多分私もワンノートは、まあ、あんま使ったことないなとか思いながら、でも、うん、違うツールでもいいんですけど、あ、これすごいいいので、夏休み始まってからですけど、ね、配信したらなと思いましたね。そうですね。これ自体は YouTube でまたすぐに配信されますので、まあ、そうそうそう、先生方にも案内しますね。ね、本当大事、はい、面白いですね。本当ですね。特にこの Q&A よくそこのところ注目してみてねって案内します。素晴らしいです。はい、豊福先生どうぞ。YouTube の話で、鈴木先生のね、子どもたちは自分で使いたいから、逆に保護者説得しようっていうのはね、動機づけとしてすごいなと思ったんですけど、まあこれ前回もね、鈴木先生が言われてたことでもあるんですけど、じゃあねって YouTube とかをどういうふうに見ているのかっていうのを逆に説明するっていうのはあってもいいかなとは思いましたね。でこれ多分ね、子供によってみんな違うと思うんですよ。でそういうのね、どういう使い方してるのか教えてって、まあ、聞いてみるのがいいかなとは思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、もう一つ Q&A でいただいていることがございます。まあ一人一人のお子さんへの対応ということで、合理的な配慮ということを求めていらっしゃる方だと思うんですけれども、
教育委員会で各学校のそういったその配慮の仕方、利用方法とかですね、まあ、そういったものを事例をデータベース化することはできないのかと。で、保護者や先生方と共通認識を深める、一助となるんではないかって、そんなお問い合わせが来ておりますが、これについては教育委員会へということなので、渡部教育長にお願いします。はい、まあ、ご質問ありがとうございます。今までお話をしてきた中で、やっぱり随分進んできたとは思っています。で、前に5月の15日にオンラインセミナーをやってきた時はまだまだ配ってないクラスもあってっていうところで、まだまだこれからですよっていうことで、これからのことをお話しさせていただきました。で、今学校を回っていても随分進んできたなとは思っていますが、今お問い合わせいただいたようにまだまだの部分本当に多いです。個別の指導のことでこう学校に言っても断られてしまったり、だから、教育委員会でデータベース化ができないかっていうお問い合わせです。もうおっしゃる通りかなっていうふうに思っています。先ほど私もお話をした通り、まだまだもどかしさを感じています。私たちとしてはまだまだできることがあるんじゃないか、まだ不十分だなっていうふうに思っているところです。ただ、今日ちょっとお見せできなかったんですけど、インフルエンサーがとても活躍をしてくれています。ヨガ賞の鈴木先生もそうですが、そうやっていろんな意味で影響を与えてくれています。だからまだ期待できるなと思っています。その中で大山先生も先ほど のことをお話ししていただいて、毛利副校長先生もああやって言ってくださった。だから私たちはこれから子どもたちがこうやって ICT でつながってきたように、もっとつながって、そしてもっとたくさんの事例を集めて、そしてこんなことができるってことを先生方にも伝えていく必要があると思います。それに必要なものもやっぱりあると思っていて、やっぱり iPad もまだ先生方が全員持っていないっていう中で、スマイルの先生方ができないっていうところもあるんだと思います。実際の管理職まだ持ってない学校がほとんどなんですね、うん、本当は管理職から勉強していただかなければいけないのに、っていうところのまだ世田谷区の現状です。だからまだまだ発展途上なので、そういう大山先生や毛利先生とかの力も借りながら、やっぱりいろんな可能性をこれから探っていきたいと思っています。で、これから時間がすごく短かったんですが、またこういうオンラインセミナーはどんどんやっていこうと思っているので、そういう時にもう少しこのぐらいでも進みましたよっていうお話ができればいいなと思っているところです。で、もう一つだけお話しさせていただくと、小学校の方が進んできたように思っています。で、中学校の方はなかなかやっぱり難しいところもあります。それは学習の進め方だったり、受験だったり、それから教科担任制だったりっていうところがあるのかっていうふうに思っています。前から進んでないところ時から中学の方が進みにくいよっていうことは聞いていたので、あ、そうなのかなっていうふうに思っていますが、今上祖師谷の例とかたくさんいろんなところで頑張ってくれているので、もう少しかなっていうふうに思っていますが、それをやっぱり、これから先頑張って推進していきながら、保護者の方にもそれを発信していくのが私たちの役割だなと思っているところです。すみません、お答えになったかどうか分かりませんが、以上です。はい、鈴木先生どうぞ。はい、ありがとうございます。合理的配慮の事例は本当に難しくって、私もインクルーシブ教育を研究してますけれども、例えば読みに困難を抱えてますっていう子に対する配慮でも、A 君と B さんじゃ本当に全然違う方法が有効だったりするわけで、で、かつすごく難しいのは、その学校なり先生なりが、そのいろんなですね、いろんな子の、こういう、困難に対してはこういうのが有効みたいなものを経験していないものがほとんどなわけですよね。で、そういう中からいろんな方法を探して、勉強して、で、どれが有効かなって当てていくのはやっぱかなり時間のかかることで、あと手間のかかることでもあります。正直でも可能性は本当にこれでタブレット変えたことですごく広がっているので、保護者の方へのメッセージとしては、ぜひ諦めないで、粘り強く学校とも相談して話し合っていい方法を見つけてくださいっていうふうなことになるかと思います。で、学校の先生たちにもこれ本当に大変なんですけど、ぜひ諦めないでいろんな方法がありますので、探していっていただければなというふうに、はい、私も頑張んなくちゃと思ってますけれども思いました。以上です。
はい、鈴木先生ありがとうございました。ではですね、お時間となりましたので、これで質疑応答を終わりにさせていただきたいと思います。では、本日のこのパネリス、ディスカッションの、最後のまとめをですね、豊久先生からお話しいただきたいと思います。それでは、はい、豊久先生よろしくお願いいたします。はい、なんかもうほとんどね、結論っていうか出ちゃってるって、今日のお話の流れは非常にクリアだったので、あれってまとめるまでもないかなと思うんですけど、一応お話をしたいと思います。で、最後のね、鈴木先生がおっしゃったところで、いわゆる、知恵をね、どうやってこう共有をしていくのかっていうのは結構ね、悩ましいことなんですよ。で、特にICT でよくやるのはですね、データベース作っちゃえばいいだろうって、とりあえずデータベース作るんですけど、誰もねデータ入れなくてね、それで頓挫するっていうのよくあるんですね。で、多分ですね、知恵がきちんとした方略というのか、フォーマットにまとまって、こうなんかこうパラパラめくって辞書みたいになるにはまだねしばらく時間かかると思うんです。だから多分ね、そういったね綺麗な形になるよりは、まあ、Google の検索は皆さんお使いだと思うんですけど、キーワードポッと入れるとなんかバババババって関連するの引いてくれるような形の、割となんかラフな感じの情報共有っていうことはやっていってるとですね、例えば Teams の中でインフルエンサーの方々が議論されていたりとか、こういうことやってるよって学校の事例を紹介していただいているものがたまたま引っかかってくるって、そういうところあたりからですね、多分知恵がまとまってくるのかなとは思います。で、あとね、もうこれの、もう一つね大事な話なんですけど、僕心理屋さんだから言うんですけど、道具を先ほど言いましたよね、先生が使い方を全部指定して、その通りやれるんだよって指定をして、でそれでできたできないっていう昔ながらのやり方をやってると、子どもはね選べないんですよね。で、そうすると多分合理的な配慮っていうところになかなかね先生の思考も行きにくいんですよ。で、ただ子どもがある程度自分で道具立てをできる状態にしてあげる、つまりそれは自分が試行錯誤をしてもいい、あるいは先生が指示したところじゃなくてもゴールが合ってればいいっていうような形でちょっと緩くしていただくと、まあ多分いろんなねものが出てくるような気がします。で、これはその試行錯誤を許すような心理的な安全が必要なんですよ。で、これをぜひね世田谷で作っていただけると、もっとねいろんなものがねトライとして出てくるかなと思います。まあ、これはジャストアドバイスですね。で、そこで、まあ、今日のお話長い中で一つ、まあ、大きな、ポイントになってきたのは、その学びの形のさまざまな展開っていうのが、いよいよねこういろいろ見えてきましたってことですね。で、これがメディアですとか、あるいは学習塾だったりとか、そういった割とね切り取った形で、見ていくと、まあドリルをやることが iPad を使う理由じゃないかとかですね、単にですね先生からこうなんか質問がポロッと来たやつにこうペペペって答えてなんか送り返すだけが使い方じゃないかと思ってしまうんですけど、そうじゃない。で、いろんな使い方が多様にあるんだっていうことが、それぞれの学校さんから示されてきているっていうことが大きな宝になっていくと思います。で、それをぜひね、大切にしていただきたい。で、ものを記録するの次は、さっき言いましたけど、ものを構成したり、共有したり、発表したりですね。で、鈴木先生が4つのこの段でお示しになった最後のところですね。みんなで思いを共有したりとか、分かち合うっていうところまでいけるとですね、これは大きな価値に変わっていくんだと思います。はい。で、その上でですね、自分の道具にできる、あるいは自分に合った学び方をできるっていう、それを選べるといったところに、目標の一つがあるんだよってことは、今回かなり強く、ね、意識されたんじゃないかなと思います。で、それから、アンケートの、ね、集計の話でちらっと出てきてて、これはね、多分ね、いろんな反応が出るんじゃないかと僕思ったんですけど、普通だったらですね、一人一人こう紙に書いてもらったやつを正の字書いて集計して、でなんかこう紙でこうグラフ作ったりしてって、そういうめんどくさいことをやるっていうのも、場合によっては必要じゃないですかって話は、ね、出ると思ってたんですよ。で、これはね、僕はそういう経験も必要だし、パパッと 手軽にこう答えてもらって、そこで数字が簡単にまとまるって、両方の経験を子どもたちにしてほしいと思うんですね。で、その上で、まあ、新聞作りに使ってますっていうお話もあったんですけど、手早くできるとか、みんなの意見を、簡単に集められるっていうところで、じゃあ次に何をしたらいいのか。
で質問の仕方を失敗するとちゃんと答えが集まらないよってことを学ぶのかもしれないし、もうちょっとその選択肢を工夫するとこういうふうになんかもっとみんなの答えがよくわかるかもしれないってことをね、考えてくれるかもしれない。でそういうあの経験の、繰り返しによってアンケートの取り方一つも、豊かになっていくので、ぜひそういったことを考えていただければいいかなと思いました。で、ですね、あとですね、鈴木先生から出ていたこのね、喜びと学びの両輪という話ね、すごくいいお話で、で自分ができたっていうところと学びっていうのをくっつくんですけど、あえてね、僕は余計なことをもう一つ言うと、他の人に、認めてもらったとか、他の人がへえすごいねって言ってくれたって、これ承認欲求ですけど、そういったものが加わってくるとより自分のね、持ってるパフォーマンスっていうのを高く持っていこうっていう風な動機づけに働くので、まあ、そういった機会をね考えていただくといいんじゃないかなと思いました。はい、という感じで、なんかバラバラにちょっとコメントをしてですね、つないだわけなんですけど、今日のお話もですね、次につながるいくつか重要なヒントをいただいたと思います。でまだね、学校の中ではちゃんと使えてないとか、うちではまだできてませんとか、たくさんね、そういうご不満とかね、これからどうなっていくのってご不安の部分もまたたくさんあるとは思うんですけれども、でも確実に前に歩みは進めているっていうところはね、お見せできたかと思うので、ぜひね、これにめげずにと言いますか、みんなでこの動きをね、前に進めていけたらなと思います。ということでまとめさせていただきます。はい、豊福先生、参加者のちょっとお待ちいただけますか、はい、すいません、豊福先生本当にありがとうございました。ですね、最後に、一言ですね、本田さんとそれから吉澤さん、ちょっと一言ずつ今日のご感想でもちょっといただければと思うんですけど、どちらからでも大丈夫ですけど、どうしましょう。吉澤さんからいかれますか。じゃあ吉澤さんお願いします。はい、ありがとうございました。豊福先生がさっき、こう知恵の共有どうするのかっていうところで、まだまだ長い道のりかかるぞと、豊福先生がずっと取り組まれてて、それでまだ長い道のりかかるんだったら本当にそうなんだろうなと思うんですけど、なんかやっぱり行政府の DX の話を聞いてると、やっぱりユーザー中心に変わっていくのが一番なんだっていろんな方がおっしゃってて、やっぱ学校の場合はお子さんがユーザー中心で、まあ今この選手も大人で話してるんですけど、やっぱり子どもたち同士がどういう知恵を持っていて、それをどうやって共有していくのかって結構鍵だなって思いました。で先生たちも、まあ、私たちもそうですけど、やっぱこれから子どもたちもそういうことに一緒に入っていくみたいなことができたらなって今日ちょっと思って聞いてました。今日ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、では本田さんよろしいですか。先ほどメモしていたのを見失ってしまったんですけども、教育長が先生方の方でいろいろ頑張ってくださっているというのをお伝えいただいたんですけれども、保護者の方でも子どもの学びを支えていきたいという声が前回の講演の時のアンケートでかなり大きく寄せられていたと思うんですけれども、保護者の方もただその知識がまだ追いついていないですとか、どういうふうに使ったらいいかっていうことがなかなか分かってない部分もあるので、そこは少しずつ総合に学んでいけるようなことができるといいなと思っています。引き続きよろしくお願いいたします。本田さんもありがとうございました。すいません、どうしても最後にお二人のお話を伺いたくなっちゃいまして、安藤課長に司会をお返しします。はい、豊福先生、参加者の皆様どうもありがとうございました。世田谷区教育委員会といたしましては、これからの学びに、どのように ICT を活用した、学びを発展させていくか、しっかりと、考え検討していきたいと思います。今日から夏休みが始まりました。お子さんたちには、自由研究や一学期の振り返り学習を行うために ICT を有効に活用して、
自らの学びを深めていただきたいと思います。以上をもちまして令和3年度第2回教育推進会議を終了させていただきます。改めまして皆様長時間にわたりご参加ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。これで終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。